本当？ああ、頼む。わかったわ。でも急にどうしたの？今までは固くなに拒んでいたのに。俺もいい年だって気づいただけだよ。それにそろそろ落ち着きたいしな。小太郎、無理してない？何かあったの？無理してないし、何もないよ。そう、それならいいわ。私は小太郎が幸せになってくれるならそれでいいの。それじゃあ早速。それじゃこれで。あら、小春さん、お久しぶり。お久しぶりです。あなたに会ったなら少しお話ししていきたいところなんだけど。大丈夫です。気を使わないでください。ごめんなさいね。その代わり今度お茶しましょう。はい、楽しみにしてます。本当に可愛いわね。それじゃあ小太郎、また来るわ。ああ、本当にあなたが前向きに考えてくれてよかったわ。手配はしておくから忘れないでね。忘れたら怒るわよ。分かってるよ。あなたがいつ心変わりするかわからないから、なるべく早めにセッティングしておかないとね。それじゃまたね。あ、はい。今日はどうしたんだ？え、あ、何か手伝えることないかなって思って。今日は大丈夫だ。わざわざ来てくれたのに悪いな。それならいいんです。それよりさっき何の話をしてたんですか？別に他愛のない話だ。そうですか。もういいか？俺は理事長室で仕事をしてくる。保健室の番は別の保健係が来るから大丈夫だ。あ、はい。じゃあな。頑張ってください。星月先生、行っちゃった。あれ？あ、春樹先生、それに水島先生。君一人？小谷は？はい、理事長の仕事があるからってさっき出て行っちゃいました。そっか、聞きたいことがあったのに残念だぜ。がっくし。聞きたいことって？なんでも小太郎先生がおみお春樹先生。あ、いやその、お見合い？春樹先生、今そう言いましたよね。はあ、その様子じゃやっぱり聞かされてないようだね。どういうことですか？さっきそこで小春さんに会ったんだ。小春さん、小谷に会いに来てたんじゃない？はい、私が保健室に来た時にちょうど入れ違いで出て行きました。やっぱりな。それで挨拶をしたら、小太郎先生に何かあったのかって聞かれたんだ。僕と春樹先生はさっぱり心当たりなくてね。それでどうしてですかって聞いたら、小太郎先生が急にお見合いをしてもいいって言い出したらしい。星月先生が結婚しようとしてるってことですか？そうみたいだね。何の心境の変化だろう。やっと前に進んでくれると思ってたんだけど。俺もだ。てっきり
お前が小太郎先生とうまくいってるのかと思ってたぞ。え？春樹先生って本当デリカシーがないですね。だからいつまでも小さいままなんですよ。それとこれは関係ないだろ。だってよ、本当のことだろ。最近前に比べてよく笑うようになったんだ。小太郎先生、この学校来た時ほとんど笑わなくてさ。そうだったんだ。俺どうにかして小太郎先生を笑わせようとした時があったんだけど空回り。それでしょげてた俺を見て笑ったのが初めてだった。春樹先生らしいですね。星月先生も春樹先生を見ていたら元気が出たんですよ。それでもやっぱ俺にできることには限界があってさ。前よりは笑ってくれるようになったけど、心から笑っている感じじゃなかったんだ。でもさ、お前と話してると小太郎先生自然に笑うんだ。本当に自然に。だから禁断の関係ってやつでも俺は応援しようと。春樹先生、コタ兄は君の前だと自然に笑えてる気がした。君がどう思ってるのかは知らないけど、うまくいけばいいって僕は思ってるよ。春樹先生、水島先生。私は星月先生のことが好きです。でも好きになるなって言われて。そうか。小太郎先生もああ見えて思うところがあるのかもな。やっぱ小太郎先生が話してくれるまで待つわ俺。無理に聞き出すのもよくないよな。気にはなりますけど、それがいいかもしれませんね。でもやっぱり私は本当のことが知りたい。本当のことなのか直接星月先生に聞いてきます。ああおい、ねえ、ここだ。はい、どうぞ。失礼します。こんなところまで来てどうした。星月先生、どうした。あの星月先生に聞きたいことがあります。なんだ。星月先生がお見合いするって本当ですか。何かと思ったらそんなことか。あ、本当だ。急にどうして。自分の身の振り方について考えたんだよ。俺だってもう結婚適齢期だし、今さら恋愛して結婚って段階踏むのもめんどくさいからな。そんな。するのは本当に星月先生の意思なんですか。何が言いたいんだ。私にはどこか星月先生が無理しているように見えます。適当なことを言うんじゃない。俺のことなんてお前にはわからないだろう。私、保険係の仕事をサボったことはありません。だから少なくとも保険係の仕事をしている間は星月先生と一緒にいたんです。だから分かることだってあります。
星月先生は何でも適当に見えて、実は意外と真面目なところがありますよね。周りに心配をかけないように人が見ていないところで仕事をしてます。そのせいでみんな星月先生が大変なの気づかなくて一人で倒れちゃったりして。そんなことはない、あれはたまたまだ。俺はいつも適当にやってる。そんなことはないと思います。あと星月先生は優しいです。だけど星月先生の優しさは分かりにくいです。まずいまずいって言いながら自分で入れずに私の入れたお茶を飲んでくれます。みんなを残すのに星月先生は全部飲んでくれます。俺は嫌いじゃないだけだ。そしてよく見てないと気づかないけど、案外顔や態度に思ったことが出やすいです。そんなことはない。他の人にはわからなくても私には星月先生の顔や態度から少しだけ思っていることがわかります。とにかくこれは俺の問題だ。悪いがお前に口出しされる覚えはない。そうかもしれませんけど気になります。本当にお見合いをするんですか？ああ、もう決めたことだ。そうですか。どうした？まだ何かあるのか？いいえ、何もないです。そう。それなら出てってくれないか。俺は忙しいんだ。はい。お仕事の邪魔してすみませんでした。失礼します。春樹先生、それに水島先生。どうだった？いい結果ではなさそうだね。星月先生、お見合いするって言ってました。俺の問題だから口出すなって。小谷はバカだよ、本当に。もうどうしていいか分かりません。星月先生、もっと一緒にいたいです。決めた。